こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビーター始めていきたいと思います。こちらですね、アジアチャレンジトロフィーですね。3節バクラワ戦です。バクラワ結構強かったっていうか強いです。 S ばっかり、特にやっぱり守備が強いですね。強いチームは守備が強い。最近クラーカリバーズはノイちょっと調子が良くないんで、とはいえ実はですね、これ勝たないといけないんですよね。バクラ相手には勝敗表、A ブロックです。グループ A ですね。トップですね。なのでバクラワがトップ、クラーカリバーズは2位です。で、勝ち点が2点差なんで、勝てば勝ち点7になる。バクラワを破った。引き分けだともうダメってことで、勝ちが絶対の条件です。ということで、かなり厳しいですが、勝ちに行くしかありません。で、やっぱりみんな強いな。わ、くるみが疲れてる。A は多いんですけど、なかなかね、S はいかないんで。違った、ミオに交代。雪かな。はい、というわけでプリキーヌスタジアム試合をしたいと思います。勝ちが必須です。さあ戦っていきましょう。試合開始。やっぱ相手の方が勝率高いですよね。バクラワ戦。バクラワって言っちゃったけどバクラワです。勝てば決勝進出、引き分け負けだと敗退です。はい、さすがですね。うまい、マドカ、ナイス。ちょっと深く行き過ぎじゃないの。わーっと、やっぱり捉えてしまいます。しかも相手は速い、スピードが速いね。とにかくキーパーパンチングがやっとです。おー、うまい。翻弄するって大事ですよね。おっと、チャンス、緑コーナーキックになります。七子が蹴って、アシュラフ、ジャンプも高いな。スピード、キック力、そして高さ、いずれもやっぱり負けてる感じですよね。おっと、あやか、なんとか上げました。この試合勝たねばなりません。同点じゃダメです。なので点は必ず取らないといけない。その上で守りきらないといけない。かなり厳しい条件です。しかも相手多分本拠地でしょこれ。元気ですよね。などか。ヒルトンすごいな。こんなとこまで上がって、おっと危ない。これコーナーキックになる。いいね。ナナコ。ん？どこ？おっと隙をついた、一瞬のノーホイッスル。
緑渡った。おっと、インターセプトを食らう。これは危ないぞ。さあ残り3分ぐらいですかね。さあ間もなくアディショナルタイム、外に出しましたね。これ入れて多分前半終了だと思います。というわけでちょっと疲れを見てみましょう。エリカと緑が疲れてますね。早めにユーナに変えていきましょう。誰がいいかな。サツキもクラリスだなこれ。はい、というわけでなるべく疲れない形で他の選手を使っていきたいと思います。というわけで前半終了。後半です。点数を取れてないんですが、1点何としても取るしかない。活路を生み出すにはそれしかないです。さあ頑張りが求められます。萌え、センタリングチャンス。言うな。今のは絶好のチャンスだった。得意パターンに持ち込んだんですけどね。さあ逆にピンチ。ユナインターセプト。ちょっとこれは厳しいぞ。マークは厳しいが、お、チャンス。マドカしっかりキーパーが止めた。ユナ、ダメでした。これあとは交代枠一人残ってますね。さあもう点取るしかないですからね。サヨに対してサチコ、これ1点取られたら2点取るし、取り返すしかない。おっと決められてしまった。やはり相手の壁は高いか。マスケード、さあ残り30分、2点取らないといけないです。1点では敗退です。このチーム相手に2点取るのは至難の業ですよね。まあ1点も取れてないわけですから、それでももう行くしかないです。うまい、ユーナ。さあここはセンタリング、クラリス入った、同点。初めてバクラーから点を取りましたね。さあこれで首の皮1枚つながった感じ。内容はいいんですよね、この相手にしては。キーパーの上を越えていきます。クラリス同点、残りが20分弱。早いな、イブラヒム。おっと、あやか。さあ、ここは反撃、反転攻勢とならないね。おっと、前に出されてます。さあ、残り10分を切っております。おっと、壁が厚い。この後、一瞬の隙をついてのセンタリングですよね。縦パスとか。おっと、ノンホイッスルだ。時間が刻々と過ぎていきます。緑取れ。これは万事休す。相手のチャンスになってしまいます。はい、あえてしまった。まあ、どちらにしても、敗退なんですけどね。取り返せって。
厳しい。試合終了。さあもう完全に相手をスピードに翻弄されてます。これをなんとか逃した、思えばね、キーパーのパンチングはさすがなんじゃないかなと思います。攻めきれませんね。前半は、後半この最初もチャンスあったんですが、優奈決めきれない。逆に相手に先手を奪われてしまいます。マスードがヘディング、ハーブから。さあそしてこれですよ、一矢報いた同点のヘッド。首の皮一枚つながったと思いました。その高さをね克服してゴールに叩き込みました。では危なかった。しかし点が取れずに最後を1点取られてしまって、負けという形で、決勝に乗ることはできませんでした。やっぱり力差はっきりしてますよね。得点はご覧の通り。まあ優勝しないといけないですからね。バクラは3連勝ですね。一方、上海クラブとリマッセ大阪が勝ち点6で並んでますが、これはどちらが勝ち上がりかな？上海クラブなんだ。理由が分かりませんが、はい、というわけでエルダウ欧州ですね、これ勝って、つなげれば、つなげたいと思います。今5位タイですからね。4位タイか。の5位ですから。しかも下見ればですね、フォルティーヌ浜松と3点差しかないんですよね。なので逆に言ったら入れ替え制のピンチもあり得るっていう状態です。そんな中でしっかり勝っていかなければなりません。残念ながらアジアチャレンジ逃避は敗退になりましたが、公式戦はまだ折り返している段階です。しっかりここを勝って、またジャパンカップもですね制覇して、つなげていきたいと思います。今年も残る試合頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。